聖火の万座も万座では沖縄県国神郡女村にある名勝地。女村のほぼ中央、東、シナ海に面した標高約20メートルの琉球石海岸からなる絶壁で象の花に似た奇岩がある。崖上は芝生大地となっている。沖縄海岸国定公園である。1726年に時の琉球国王。 小京王が国神巡視の途中に女を訪れ村人が薄大湖で君子家を披露し盛大に歓迎した。感動した王がその絶景を万人を座らせるに足りると称賛したことから万座家と呼ばれるようになったと言われている。女村万座家にある女ナビーの河礁石灰岩の断崖上は平坦で風潮草地には主に高麗芝や台湾カモノハシなどの芝があり、 断球面にある母ンの石灰岩が岩水上に露出した土壌の少ない立地には沖縄松葉ボタン、那覇エボシグサなどが混成している。さらに、海岸断崖地には生育地が限定され種の分布が生物地理学上重要視されている花込み漢木、沖縄スミルなどの沖縄の固有種が生育している。また、海岸林地植物群落があり、木馬親、 琉球松などの上緑鉱木や、タラの木や大板びなどの上緑低木が分布している。万座毛の位置する三崎全域は、アポガマやウドイガマなど美しい継承地が連なり、今後、再開発が進められる予定である。再開発が遅れていたのは、南側に広大に広がる、米海兵隊基地キャンプハンセンに加え、万座毛を含めた三崎全域が、米軍基地となっていたことに起因する。 現在、観光ルートとなっている万座ゲの西側は、ボア通信所となっていて、ちょうど像の花岩の上あたりにボアの沖縄の庁舎があった。またさらに西側の米海兵隊基地女通信所では、返還後に大量に見つかった汚染物質が再開発を困難なものにさせていたが、大型リゾートホテル建設の誘致が進んでいる。2020年10月にオープンした万座も、 周辺活性化施設万座ー周辺には駐車場及び売店が整備されていたが、2020年10月2日に万座ー株式会社が運営する万座ー周辺活性化施設がオープン、館内に売店が移転し、その他、フードコート、展望台などが設けられている。また、これ以後、万座ゲの園地への入場が有料化され、小学生以上一人100円が必要となっている。 ありがとうございます。